はい、じゃあ引き続きまして本日はキャラウェイ、はい、検証動画キャラウェイ AI スモークですね。 AI スモーク、はい、マックス D とマックス、はい、マックス D、 こっちはマックス、こっちがマックス D、 D とマックス、マックスで互いに 10.5 度、はい、にEIF シャフト、何ですか、はい、大丈夫です、はい、レクスチェン EIF シャフトをつけて、はい、検証してみたいと思います。はい、はい、どうぞ、はい、お願いします。いきます、はい、マックス D ですね、 D ですね、はい、お願いします。おう、うん、めっちゃいい、いい感じ、ちょっと左だけど悪くないよ、まあ D、 うん、ちょっと左、うん、どうですか、そういった感じは。いや、やっぱりシャフトは変わらないから振りやすいです。求愛点の時はあんま変わらない、うんうんうん、あとは、うん、あ、左左行くね、左左行くな、これ左左ですか、左左行くね、はい、安楽さんはちょっと左に行く感じ、ちょっとどころかとっても左、つかまりがすごすぎるから見ます、ナイスショー、どうですか、喋らなくなった、ロフトはいいけど、はい、なんか開くんですよ、開いてみ、開くのがどうしても嫌な感じで、開いたものは閉じちゃうから、うん、で閉じて入れちゃうから、うん、それは開いて見えるんですか、うん、ポンと置いたら開いて見える、でこれを閉じて構えて打つと、うん、まあまあだけど、なんたか、なんかそれはやりたくないじゃないですか、普通に開いといて、ないかな、ちょっと経験が良すぎましたね、アナさんからすると、いや、構えた感じがね、どうしてもオープンフェースが打てない、はい、次はこれ、なんかよくわかんない、これでいいんかな、うん、センターずれてるけど、はい、次はマックス、マックス、はい、マックス、はい、行きます、はい、 AI スモークのマックス、マックス、完璧、今完璧でした、めちゃくちゃ飛んでる、これやっぱこっちの方が、いや打った感じは D とマックス、いや、あのたまたま安楽さんと同じなんですけど、構えた方向と飛ぶ方向が違うんですよ、あっていう感覚があるので、うん、あ、っていうかこのフェースの向きと、あ、気持ち悪いのは、うん、おー、ナイス、まあでもこっちの方が、こっちの方が打ちやすいとか結果がいいです、ね、僕検証動画の時これ良かったんだよね、そう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 、まあ、見え方だけだと思うから、これマックス、まあ、これマックスだよね、まあ、ナイス、
違う、まあ、こっちの方が全然、うんうん、おお、ちょっと右、ごめんなさい。うん、うん、でも、うん、これって別にこれが悪いわけじゃない。構えた感じが違和感あるからって思ってるだけの話で、これがなんとなく構えるところが決まってこれば、方向が決まってこれば、はい、ほら、はい、いいんじゃねえかなっていう。だって今でもかぶっちゃってるから、自分の中で置くとこうなるのを今僕こうやって構えちゃってるから。でもこうやって構えた方が、なんていうの、はい、こう、やりやすい、うんうん、ただこれでも飛ぶのは、よし、飛ぶと思うよ、うん、すごい飛ぶ、うん、飛んでます、うん、ただ、気が入ってみたいに、あ、ナイス、いやだから何がっていうか、多分フェースの向きだけだと思うから、ドローフェースってやってるドローってか、オープンフェースが、まあしょ、いや、なんかその辺慣れだと思う。でも飛ぶよ、うん、めっちゃ飛ぶんだけど、うん、いや打ちたくねえこういうの打つと、これもさえあかんな、手、あの最初の検証動画と逆、まあ、逆じゃないな、これは良かったよな。なんでこれ飛ぶんだろう。うわっと。すごい。すごかった。ちょっとお願いします。高さもいげつなかった。フェースの向きとか言ってたけど、あんまりないんじゃないですか。いやだから慣れだと思う、そこ、うん、めっちゃいいやん、落ちてこんし、やばめっちゃいいやんめっちゃいいよ、マッドリー素晴らしい。ヘッドスピードどのぐらいあるんですか。でも今のでも46とか7とかそのぐらいだと思うんですけど、思いっきり振ったら、思いっきり打ったらでも50は超えますし、すごいね、ああというか50で振っちゃうと飛び出ちゃうんで、出ちゃう、ねね、ちょっとテーラーつけて、テーラー最後に飛ぶでしょ、いやこれ飛ぶぞ、飛ぶでしょ、稲熊さっき打ってたもんな、飛び出しちゃうといけないので、そうでしょ、ちゃんとそういうプロなんで、そこを押さえてる、ててっはい、さすがですよ、ですよね、飛んでるよ、マックスです、マックスにする、私が飛ぶって言った理由分かる、いや、これ飛ぶんですよ、うん、構えて安心するのはこっちなんですね、ワンフレックスです。フレックスはないんです。いやちょっともう結構気持ちいいよ今日、いや同じぐらい飛ぶ、うん、やべ同じぐらい
然飛ぶわ、うん、だけどねえいやすごいすごい、じゃあまとめましょうか。あ、何がすごいって、イーハイエフショットは偉大やな。そう、そういうこと。イーハイエフショットやばいと、本当に。イーハイエフショットがやばい、言え方、イーハイエフショットがやばい。飛ぶね、うん、すごいですよこれ。いややっぱ僕の頭の中で、AI スモークと EQ10QI 点。ごめんなさい。ごめんなさいね。EI スモークと。AI スモーク。AI スモークと QI 点はいつも話したもんね。ないよねって話をしてたよね。あ、う、り、んうん、だね。いや、ありどころか。買いたい。いやいやいや。もう候補筆頭株主に。いやでも本当にいいなと思いました。すごいいいなと思いました。やばい、うん、やっぱヘッドはいいですよね。いいからやっぱりヘッドがいいとシャフトがいい。シャフトで変わるから完璧じゃないですかね、うん、めっちゃ飛ぶな。すごいね。いいでしょ。モートシャフトすごいですね。いやでも俺らが言うと、まあ、まあそうなんですけど、でもそんな関係なしに。いやだけど本当に僕の中ではこの日本は使ってみたい部類の中にあんまり入ってなかったけど、うん、今は、まあ、でも検証の時言ってましたもんね。 EIF つけたらどうなるか分かんないもんねみたいなとは言ってたけど、こんなにいいとは思わなかったんですけどね。いや、ワンツーだよね。いや、すごいよ、うん、うわすごい。これは本当にすごい。このシャフトめちゃくちゃいいですから、うん、このシャフトやばいですよ、うん、いや腕もいいけど、いやこのシャフトは両方いいんだよね。このシャフトはマジすごいということで、はい、はい、じゃあ EIF ミナス EIF シャフト、まあ今回テーラーメイド QI10 と AI スモークに検証しました。でこれは中のインドアじゃなくてもう本当に広い、うん、で、まあ、本球を使ってるコース練習場で、結果安楽さんはこちらの商品を買いますか。買いまーす。ありがとうございます。ありがとうございます。いやーでも、まあ、確かにヘッドもすごい。だけどこのヘッドの性能を引き出す、うん、このシャフトはやっぱりすげえな、うん。すごい。まあ、ぜひね皆さんねこれ試してほしいですよね。そうで、そうそう、あれ冬だからとかっても話したじゃん、うん、寒い時いいねって、うん、今半袖だからね、うん、関係ない関係ない。ぜひぜひぜひ、そう、まあ、試していただいてご購入していただければ、うん、はい、ですね、まあ、欲しい方はこちらまで、はい、こちらまでこちらまでよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。